はい、最後に今日は、2月22日、2月25日が、国立大学前期試験です。ここで気を抜くな。日本語で言うと、百里を行く者は九十九里を半ばとするとかなんかいろいろありますが、気を抜くな。頑張り続けよう。韓国語で言うと。천리길도한걸음부터천리길千里の道も한걸음一歩から천리길도한걸음부터千里の道も一歩からですから、試験を受けるときにはこの前も言いましたが、沈着해서沈着で落ち着いて문제를잘보고문제問題を잘읽고問題をよく読んで、그래서확인을잘해야합니다확인確認、慌てたら飽きません。서두르지마세요。서두르지마세요。慌てない。慌てずに、冷静、냉정하게、침착하게、落ち着いて、ね、잘생각을해서、ね、서두르지 말고、慌てずに、확인、확인、확인、確認をしっかりやるだけでも、だいぶミスが少なくなるのではないかと思います。油断は敵だ。これは방심방심은큰저기방심은心を放つ心を放っぽり出すこれが油断방심은큰저기다큰大きな저기다敵だ방심은큰저기다まさかが人を殺すまさか설마설마가사람을죽인다설마가사람을죽인다마사카가人を殺す마사카と言うとったんでは永遠に良くなりませんね常にまさかが起こる、韓国語では助詞は消えることもあるんですか日本語と同じでもう助詞はあまり使わなくても OK ですね例えば焼肉食べたい日本語は焼肉を食べたい言わないですね韓国も同じです불고기먹고싶어불고기먹고싶어요불고기焼き肉を言いませんだから日本語と同じように女子はどん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 少なくなっていますはい大変ありがとうございました頑張りましょう